にはアメリカ合衆国のプロレスラーカリフォルニア州サクラメント出身。クリスティーナ・ボン・イーリーのリングネームで知られる。日本の女子プロレス団体、スターダムでは、クリスティーナ・ボン・エリー表記になっている。イラン系の父とイタリア系の母の間に生まれる。10代で、地元サクラメントのプロレスリングスクール、スプリームプロレスリングトレーニングアカデミーでトレーニングを開始。 2006年にプロレスラーとしてデビューし、PWR、IL、XPW、AWS といったインディー団体に参戦。ハードコアマッチやインタジェンダーマッチなどを多く経験し、SPW の9周年アニバーサリー工業で行われたデスマッチには男性レスラー6名を相手に唯一女性レスラーとして出場。スチールケージ、椅子、はしご、 有志鉄線、工業用、ホッチキス、蛍光灯などが使用された中、破れはしたものの存在感の強さを示した。この時から現在でも使われている奇抜なスタイルをして、パンクプリンセスと呼ばれるようになった。2009年2009年9月、PWG に参戦。クリスティーナを含んで女性レスラーがたった2人しか所属していなかったが、もう一人の女子レスラー。 キャンディソリレーだけでなく男性レスラーとも試合を多く行うようになり、心身をスケールアップ。2010年3月5日、メキシコの2大メジャー団体の一つであるトリプル a に参戦。数々の団体で培った荒々しいハードコアスタイルは、トリプル a の女性レスラーには珍しく、ファンからの反応も上々であった。入団して7日しか経っていない12日には、 トリプル A の大きなイベントの一つである、例でレースに6人タッグながら、出場という破格の扱いを受けた。以後、パンクプリンセスらしく、暴れ回り7月に、トリプル A のユニットフォーリンリージョンに加入。トリプル A 世界混合タッグを座戦にて、それまで接点のなかったアレックス・コズロフと組んで挑戦した際に、窮地のところをコズロフが身を提して、 クリスティーナを守ったことからクリスティーナがコズロフに恋をするというストーリーラインに発展し、相手であったタック王者のファビア・パッチェエアロスターと交想を開始。ノンタイトル戦を含め数度戦いを繰り広げて王座をダッシュすることに成功した。王座陥落後もコズロフとのタックは継続していたが11月に、 コズロフが WWE に移籍してタッグは自然消滅することとなった。2013年2011年3月、女子プロレス団体のシマーに参戦。ボリューム26、27でプロモーションを行っていただけに、初参戦であるボリューム37からサラデルレイと対戦。以後、メルセデス・マルチニスやチアリーダーメリッサなどを相手に活躍。 しばらくして、自身のステップアップするために、チーム 3D アカデミーにてトレーニングを開始。ティネに所属するジェシー・ニール、チーム 3D と関係を持っていたおかげかティネに参戦、することが決定。2011年9月より、トキシンのリングネームでデビュー。ニールとシャノン・ムーアのタッグ、インクインクのマネージャーとなり10月13日の収録において、 メキシカンアメリカに襲われるニールとムーアを救出する形で登場した。メキシカンアメリカとの構想においては、ロシータサリータと試合を行うなどしたが、この両ユニットの構想は不良に終わった。以降、インクインクの3人は出番を失い、クリスティーナは解雇された。ティネ解雇後、再びインディー団体で活動を行うようになり、2012年よりドラゴンゲート USAA、 社員、CZW、シマーに参戦。ダグースサでは、戸沢明のマネージャーとして活動。10月、スターダムで、初来日。木村京子とタッグチーム、木村モンスター軍を結成し、タッグリーグであるゴディス・オブ・スターダムに出場するが、勝ち点3で予選落ちとなった。2015年7月24日、ジェフ・ジャレットが主催する。 GFW のアンプトに参戦。同日より開始された初代 GFW 女子王者決定トーナメントにエントリー。1回戦にてミッキー・ジェームス、レーディー・タパと対戦。最後にタパからホールを奪い勝利。しかし試合後にミッキー・モロトもタパからサモアンドロップを食らった。10月23日 GFW アンプトにて決勝を行い。 アンバー・ギャローズと対戦して勝利。初代王者となった。2010年ティネ場外でのパイルドライバーティルトワール、フェイスバスターストレートジャケットダブルニーバックブリーカー、ダブルニーアンダーフックフェイスバスターダブルアームロック、シャープシューター GFWAAW、アレックス・コズロフ AWS。ありがとうございます。